おはようございます。篠宮バラ園の園主の篠宮です。今日もよろしくお願いします。今日は5月5日子どもの日ですね、今日の園内の様子を教えてください。はい、ご覧のようにね、咲いてきましたね。やっぱりそうだね、まだね満開ってわけじゃないんだけど、ちょうど五分咲きというところかな。やっぱり綺麗だよね。こういろんなものにね、やっぱりこうつるバラはバラの王道だよね。たくさん咲きます。ちょっとね、歩きながら今の状態をね、ちょっと説明しますので、一緒にどうぞ。はい、こちらにあるのがね、壁面ですよね。壁に合わせてあります。まあ、こういう格子のね、こういうこれにね、これを止めて、そこにこう止めてありますね。やっぱり壁面というのはいいですよね。まあこういうところにね、ところどころにこういうビス止めてね、まあ四隅止めて、まあそれをこう止めてね、こうやります。でバックが白とかそういうの生えますよね。赤とかね、黄色とかそういうのがね。これは品種でね、ドルトムントって言います。ツルバラのドルトムント、この種類は返り咲きがすごくて、新芽が伸びると必ず先に花持つんで、秋まで絶え間なく咲きます。その代わり春みたいに豪華じゃないですよ。花数減りますけど、絶え間なく咲きます。すごく貴重な品種ですよね。いいですよね。こちらお客様から質問で、どこに売ってるんですかっていう、以前いただいたことがあります。なかなかこれはね、ステンレスなんでね、ステンレスは結構高価なものでね、とにかくいろんなものがあります。だから、なんだろう、ディスカウントショップだとか、ああいうところのそういうコーナーありますので、そういうところでね、探してもらえば何か見つかると思いますよ。ただね、これ安いやつで錆びる鉄のがあるんですよ。それだとね、ここがね茶色くなっちゃうんで、それだけ気をつけないと、錆びないものでないとダメですよ。まあいろんなものがあるから工夫次第ですよね。なんだろう、ネットなんかでもいいけどね、なんだろう、ゴルフのあんなのがあるでしょ、あんなの止めてもいいかもしれないですよ。まあいろいろ工夫次第、いろいろです。まあうちの場合はね、これここが通路なんでね、危ないからね、こう止めてあります。ちょっと気を使ってます。お客さん怪我するといけないんでね。その代わりここはもうお客様の一番こう楽しみなところですよね。まあ、春はすごいです。はい、こちらドルトムントね。はい、その次はね、これはね、オレンジキーですよね。これサハラ98って言います。これもね、ちょっと華やかなね、照明を引きますよね。これもう返り咲きします。秋にもよく咲きます。華やかな色だよね。はい、その次がね、こちら、これが春風です。春の風とか書きますよね。これは純粋な一気咲きですよね。はい、これもちょっと華やかな品種ですよね。こちらはね、イングリッシュローズですよね、黄色ね。はい、はい、こちらもイングリッシュローズですよね。プリンセスアレキサンドラオブケント、すごいね。はい、はい、ね、シュラブローズです、ね、こういうイングリッシュローズはね、こういう今こういう重ね顔が豪華ですよね。はい、こちらのちょっとね、クリームっていうかね、黄色っぽいのがね、クロッカスローズ、イングリッシュローズですよね。はい、こちらジェームスギャルウェイ、重ねが多いですよね。ね、すごい重ねね、ジェームスギャルウェイです。ティークリッパー、これもイングリッシュローズですよね。ね、すごいね、やっぱりバラはいいね。この間に赤入ってる赤いのがね、これがツルバラのね、ダブリンベイっていう種類ですよね。これもやっぱりこういう色がね、間にこういう違うの入ってくると、やっぱり他の色もね、競争してね、引き立ちますよね、ダブリンベイ。はい、こちらの赤いのがザ・ダークレディ、これもイングリッシュですよね。まあ、咲き始めとね、ちょっとこう
時間が経つとね、色がね、まあ、バラはだいたいね、咲き始め濃くて時間が経つにつれてこういうね、色がねちょっと退化してきますよね。これもまた味ですよね。で最後にこう散ります。はい、こちらがねストロベリーヒルですね。テリハですよね、ストロベリーヒル。はい、続けてクリストファー・マローね、ちょっとイングリッシュが続きますよね。これも結構ね、あの華やかな色ですよね。はい、こちらがデルバールかな。うん、これが苗間ですよね、苗間ね、苗間です。はい、こちらにあるオレンジが、これがウエスターランド、ツルバラですよね。やっぱり目を引く色ですよね。はい、ウエスターランド、これがね、あのツルバラの中で 早咲きのね、スパニッシュビューティーですね。たくさん咲きますよ、草丈で。もうちょっと下がりすぎちゃったけどね、スパニッシュビューティーです。一番早いですよね、ツルバラの中でね。あの当園の、あのなんだ、撮影のスポットですよ。お客さんがみんな通って、こう撮ってきます。はい、こちらはね、あのちょっとね、あのプライベートでね、あのスタッフだけしか入れないんだけど、ちょっと中今回ね紹介しますよね。これがアーチになってますよね。はい、こちらクリストファー・マローね。はい、どうぞ。クリストファー・マロー、はい、イングリッシュローズです。はい、どうですか、これは内側の、今外側ね、これ内側の感じですよね。内側はね、別に通路じゃないんでね、あの結構飲み放題にしてますね。こんな感じで春、あ、秋にあのちゃんと止めて、それでこう伸びて、まあ、こんな風になるんですけどね。外側もきれいに網で止めてありますけどね。はい、きれいでしょ。こちらは誘引と剪定と誘引、その場所ですよね。はい、こうやってやるときれいに咲きますよっていう、これが実例です。はい、いいね、バラはね、まあ、春一番の醍醐味だよね。はい、はい、じゃあ次行きますね。イングリッシュのもう古い品種になるのかな、ペガサスっていう種類ですよね。綺麗ですよね、ペガサスは。はい、こちらがピンクシフォンのツルだよね。はい、これがピンクシオンのツルです、ね、綺麗でしょ。すごくスタッフで好きな、そうですよね、すごく綺麗ですね。ダーバーヒルズね、はい、テストブダーバーヒルズね、赤、こういうのはね、やっぱりこの、ね、色合いが ねいいですよね。いろんな色が楽しめてね。レディオブシャーロット、テストブダーバーヒルズ、ね、ツルピンクシオンっていうのは、これはもうね、組み合わせでお客さんがね好きに絡めて、で基本的にこう植えると枝をこう誘引するときにやっぱりこう交差してやっぱり混ざるからね、これポンポンといかないんですよね。やっぱりこうやってやるから、え、あのいろんな色がこう入ってきます。うん、あの色合わせのポイントとか、なんか社長の好みとか気をつけてると思うんですよ。お客様からよくね、おすすめとかね、どんなのがいいですかっていう、それはもうお客様のね、やっぱりまたセンスっていうかね、好みだからね。いずれにしてもこうやって植えるとやっぱりこう交差しますからね、まあこういろんなのが咲くっていう感じだよね。まあ工夫してこういうふうにこう単体で枝をちょっと工夫してね、もうボーン、こういうふうにこうやるのもまた面白いかもしれないけどね、本当にこう混ざらないでちょっと工夫して誘引するとね、それだけがこう咲くっていうのこう分けてね、私はこう、混ぜちゃってるからね、いろんなの咲くけどね。はい、こちら咲いてきました、ね、こちら入り口になります、ね、どうですか、ヒースクリーンイングリッシュローズ、すごいね、これ何だろう、これ一株ですか、一株です、一株でこうなっちゃう、ヒースクリーン、すごい色だね、この色がね、ピンクでも赤でもなくて、何だろう、ダークレートっていうのかな。はい、こちらがスタンダードですよね、スタンダードにして咲いてます。スタンダードのツル、FL のアイスバーグ、四季咲きのアイスバーグね、うん、
ちらがイングリッシュロードのジェフ・ハミルトン。ジェフ・ハミルトンです。ね、ジェフ・ハミルトン。オールドロードだよね。ツーヤーフェになります。これもね、重ねがね、可愛いですよ。はい、それでこちらが、アッシュウェンズで薄いブルーだよね。課長が好きになる。そうです。おかげさんでよく売れました。やっぱりすごいですね。ただあくまでも私の趣味だからね。はい、これようやくね咲いてきました。スタンダードローズの、ピエール・ド・ロンサール、ね、スタンダードローズのピエール・ド・ロンサールです、ね、これはもう入るんだよね。これ大タバコが食べた後ですよね。もうつむやできた入ったね。春だよね、大タバコがね、これかじった後。嫌だね、全くね。ね、それで今ちょっとね、このあのこう咲くあれをね、ちょっとカメラに撮ってるんですよ。楽しみにしててください。これ分解写真でね、バーッと開くのをね、今撮ってますカメラで。だからこう咲いてきてこうね、こう開いていく様子が撮れると思いますよ。あのね、後でこうね、あの出すと思いますので期待しててください。はい、こちらにあるのがね。なんだろう、ポール仕立てっていう感じですよね。まあ、決められた形ないんでね、何を添えてあげればね、綺麗に咲きます。はい、セントスイザン、ピンクですね。独特の花形だよね、セントスイザン。はい、こちらにあるのがツルバラの春風です。さっきありましたよね、これが下からぐーっと上まで伸びて、向こうやってるんですよね。とにかく支えがあればね、いいんですよ。どんな形でもなるのね。うん、それはもうお客様が自分やりたいようにやってもらえばね、いいですよね。はい、こんな感じです。この春風は何年ぐらい？これでね、どのくらいだろう。まあ最初はね、オビリスクでやって、まあその形がありますけどね、支えがね、それが手に負えなくなっちゃって下上下ろしたんだけど、もうオビリスクはそのまんまです。これでどのくらいだろうね、5、6年ところかな。はい、いいでしょう。これ咲いたら綺麗ですよ、満開で。すごくね、鮮やかですよね。華やかっていうかね、そういう色合いしてます。壁の表と裏が違います。はい、こちらがイングリッシュローズのプリンセスアンかな。すごいでしょ。これはね、こうなってますけどね、寄せ植えなんですよ。一株ではね、なかなかこういう樹形っていうのはできないですね。やっぱり何本か植えてやるとこうなるんですよね。見事だよね。ね、あちらにもいろいろありますよね。あそこのやつがさっき紹介したドルトムントね、最初と咲き始めと咲き終わりがこんな色が違っちゃうんだよね。本当にこう咲き分けしてるような感じね。これ綺麗。これはね、すごい人気あるんですよ、昔から。うん、そうだよね、これ見るとね。最初がオレンジで、そう、濃いのから薄くなって最後はクリーム白だよね。本当にこう咲き分けますよね。ね、すごい人気ですよ。以前、園長がバフビューティーの育て方というブログを書きましたので、うん、ぜひご覧ください。はい、これなんか私が好きなのね。はい、これマニントンモーランブラ、ね、これ綺麗ですよ、たくさん咲いたら、ね、マニントンモーランブラ。ねえ、ほら、一重の木工が咲いてきましたよ。可憐でしょ。ねえ、ほら、ねえ、品があるでしょ、一重でね。おとなしい。そう、アーチに なってますよね。うん。うん、香りがあるかな。はい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 、満開ですね。はい。じゃあ、こちらからまたね、ちょっとね、説明します。タマナスっていうかね、ロサルゴサですよね。ロサルゴサとロサルゴサアルバ、白とピンクの一重ですよね。はい、秋にすごいやっぱりね、ローズヒップが楽しみますよね。人気ですよね。はい、はい、ね、咲いてきたね、だんだんね。これアンティークローズ。 はい、こちらがね、まだ作りたてのアーチです。赤ですね。はい、さっき紹介したこのダブリンベイですよね。
はい、こちらがドンファン、ドンファンとデトロイターってことですよね。ね、咲いてきたね。まだ三分咲きかな。ね。はい、こちらがオールドのね、エディクリムソン、綺麗でしょ。ね、一重で、すごく綺麗だよね。ね、エディクリムソン。ちょっとまだね、ちょっと株がね、植えたばっかり小さいからね、これがね、2、3年経つともうすごいですよ。あのトゲもすごいでしょ、これ。だからね、あのまあ防犯にもなるんだよね。すごいですよ、トゲが。これがね、枝がたくさんね、2、3年したらもうすごいですよ。綺麗な色ですよね。エディクリムソン。秋にもよく咲きますよ。サハラ98。これも人気ですよね。人目を引く色だよね。オレンジキーっていうかね。はい、こちらマニントンも、さっきのね、説明したマニントンもブランブラー。大丈夫ですよっていう品種は。そう、うん。日陰でも大丈夫っていうか、結局ね、あの、こう、家の間とか、そういう狭いところダメだけどね、あの、日陰でもね、空間がこう広ければね、別にあの北側に、家の北側でもね、育つんですよ。風通しが良かったりね。この空間があれば。家と家の間ダメですよ。うん。十分に、あの、つるばら丈夫だから育ちます。うん。そういうところ。はい、こちらはブルームーンでね、大輪だよね。だから結局こう、ポンポンポンだよね。大輪で立派だけどね。これ有名なブルームーンのツルです。この香りがいいよね。うん、いい香りする。ね、ブルームーンのツル。やっぱり大輪系統ってね、花数はどうしてもね、ボンボンって咲くからね。すごいシュート出ますよ。ただこれは、枝がね、やっぱり大輪系統ってのは太いシュートが出るからね。やっぱりこう、なかなかこう、誘引しづらいよね。だから広い場所じゃないとね、なかなか難しいです。で、狭い場所はね、あ、こちらにちょっと説明し忘れましたけど、これがフィリスバイト、まあ、こういうものを植えてもらえば、ね、いいんですよね。これも綺麗ですよ、ね、こういうあの中小輪というのはね、枝がこう細いんですよ。だからこう自由に曲がるのね。だからこうあのオベリスクだとか仕立てやすいんですよ。だから大輪系統っていうのはまあスペースが広くないとダメ、曲がんないですよね。こういうでかいからね、すごい太いですね。放送部ジュライツルセンチメンタル FL ね。ね、すごいね。これが、ね、まあ、咲き始め、まあ、全部絞り違うけど、絞り系統はね、同じ形じゃないで、色がね、ちょっと違うでしょ、ほら。同じ品種ですよね。このね、ほら。かわいいですよね。全部それぞれ違うね。はい、放送部ジュライ。これがね、ゴールドバニー。ツルの香りがいいですよ。これもおすすめ。秋にもよく咲きます。うん。本当によく咲きます。香りが良くてね。極端にツー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 伸びないけどね、これはね。でもまあ大輪、なんとこれがね、結構ステムがこう短いんだよね、うん、意外とこうがっちりしてるよね。ヒューヒューヒュー伸びないのね。だからその辺のちょっとあの木の特徴があるからね、うん、こうやって止めとけばね、こうやってればね。まだ去年の冬にやったばっかだから、まあ本当植えたてのほやほやでまだちょっと小さいんだけどね。これどんどんこうやって誘引していくともう立派になりますよね。もう来年の今はすごいですよ、ここ。もうみんな。2年目、3年目ってもすごくなっちゃうからね。バラは早い、すごい早いです。だからやった甲斐があるのね、バラっていうのはね、すぐできるんでね。ですよね。うん。こちらはね、あの、白バラコーナーって、白のね、品種を集めてます。ね、いろいろありますよね。はい、こちらに。ローズディベール。はい。これは、ああ、やっぱり王道ってすごいね、香りがね、もう独特の香りがしますよね。うん、強い、うん、ローズディベール、かわいいね。これがプロスペリティ、ね。こちらにあるのがシンデレラ。香りがシンデレラです。ブルドネージュかな、うんね、ね、
こちらがね、あの周りにこうねバラがたくさん植わってますよね。で中でねお客さんがこう休息できるところを作ったりとか日陰でねちょっとこうねいろいろやってお客さんが喜ぶようにやってます。朝あのスタッフが一生懸命そう一生懸命ね朝やってくれたらお客さんねもう喜んでもらうっていうのがね前提だから、はい、一生懸命やってます。はい、ね、こう一番目にね泊まるところにね置きました。これは何か、まあ、ほとんどの方は分かると思うんですけどね、ペールドロンサールの黄苗です。どうですか、ものすごく今年よくできました。ものもたくさんあります、ね、次回あのロンサールの特集の動画をちょっと、はい、はい、もうね、ロンサールはね、失敗ないですよね。それでね、丈夫で、綺麗だし、まあ、香りはそんなに強硬ではないんですけどね。うん、ないんですけど、それでよくね、よく咲きます。要するにね、今一番花持ってますよね。で、これ咲き終わるでしょ。それで、花柄だけ切ってもらうんです。深く詰めないで。そうするとね、また2番芽が出てきて、それにもねよく花持ちます。3回ぐらい咲くかもしれないですよね、3番花まで。それで夏休んでまた秋にも咲きます。だからものすごくね四季咲き性が強いんですよね。だからまあこれ植えてね失敗ってまずないですよね。だから本当におすすめです。まあ初心者の方でもいいしベテランでもねロンサールはねぜひねやっぱり他の花が引き立つんでね、ぜひやっぱりね、まあこれでこう大きくなりますからね、こう視力っていうかね、そういうのはやっぱり欠かせないですよね。それでね、まあ詳しく言うとね、その例えばよくまた次回にね、またこの次のね詳しくいろいろ育て方だとかその特徴どうしたらいいかとかね、うん、いろいろ説明したいと思いますのでね。今日はじゃあこの辺で、はい、当園のね、お店の方はね、今こんな天気でね、ゴールデンウィークお客さんものすごく多いですよね。で、まあ連休中っていうかね、ずっとやってます。それで一応定休日はね、水曜日になってますので、ちょっとねそこのところをね気をつけてご来店いただければと思いますので、はい、ぜひお待ちしてます。はい、よろしくお願いします。